けで実況部長の中森です。それでは今回も質問に答えていきましょう。武田塾チャンネル。はじめから始める数学からフォーカスゴールド接続できますか？まあできますね。はい。まあフォーカスゴールドの場合ね、例題の難易度が4まであるんで、とりあえず3までを一旦完璧にするつもりでやっていくといいかなと。で、2週目とかでその1から3までの復習しつつ4やるみたいなやり方でやれるといいんじゃないかなって思いますね。構成手法です。ポラリス英文法を使おうと思ってるんですが、3は必要ですか？なくても対応できますか？まあ2まで終わってれば、あと過去問やってれば十分対応はできるかなと思いますかね。まあ3よりもファイナルとかでね、ランダムの問題で演習積むことを優先した方がいいかなとは思います。まあやりたきゃ全然3やっていいとは思いますけどね。英語ベネスン寸大ベネッセのマーク75点なんですけど、スクランブルとシスタンかなりやったんですが全然できません。英語本当にやばいです。そのできないのが、スクランブルとシスタンでやってるような、例えばスクランブルやってんだったら文法が解けるのかどうかっていうのと、まあ、シスタンやってんだったら単語がそもそもやった内容が長文で出てきて分かってるかどうかっていう、このあたりができてるかどうかチェックですね。点数が取れないこと自体は、解釈と長文やってなかったらそれはそうだって話なんで、そこはあんま気にしなくていいかなと。やりさえすれば伸びるかなと思うんであれなんですけど、やったにもかかわらず取れてないなら、それはやり方を気にした方がいいかなっていうふうに思いますね。だからもしスクランブルやったのに文法問題が解けてないなら、文法のやり方に問題があると思うんで、それはやっぱり勉強法見直した方がいいと思うんで、その場合ね、武田塾の動画の英文法の勉強法とか、そのあたりを見ていくといいんじゃないかなっていうふうに思います。北大学部にやさりは必要ですか？医学部だったらやっといた方がいいかな。ちょっとその比較的北大は数学優しい部類だったんだけど、ちょっと難化してるっていうのもあって、普通の学部だったら多分いらないかなとは思うんだけど、医学部で数学ちゃんと点取りたいんだったら、まあやっといた方がいいかなっていうふうに思います。まあ最悪全範囲じゃなくても、その下の例えば地方国公立レベルとか完璧に仕上げた上で過去問入ってみて、この範囲解けないんだけど、どうしても解きたいなって分野があったら、その分野に対応したところをやるっていう感じでやるといいんじゃないかなっていうふうに思いますね。高2文系です。早稲田文工志望なんですが、国語日本史よりも先に4技能試験の対策した方がいいですか？早稲田文工に限らず4技能試験法に組み込む大学もあるので、2年のうちは英語習字的に伸ばした方がいいでしょうか？例えば現時点で2級を取る力がないなら、それを優先した方がいいと思います。それはつまり、入試の基礎的な部分がちゃんと身についてないってことだからね。それは優先した方がいいけど、準1級とかのレベルまでやるかって言われたら、それは他の科目優先した方がいいんじゃないかなと思いますね。優先順位的には英検2級取るぐらいの英語の実力が最優先、まあ、いわゆる武田の日大レベルですね。でそれが仕上がってから、国語と日本史の日大レベル仕上げつつ英語マーチレベルに上げていく。でその後さらに上のレベルの試験を英語の4技能取っていくなら、その試験対策及び、まあ、国語とか日本史も日大レベル進めつつ、終わったらマーチレベル以降入っていくみたいな感じでやれるといいんじゃないかなって思います。今高3なんですが、センターの英語は6月ぐらいの時は145ぐらいだったのに、最近の河合の模試や先日受けた寸大模試では129しか取れませんでした。どうすればいいでしょうか？外大志望なので英語はできないといけないので、余計焦っています。その点数ってことはやっぱり長文の点数が安定してない可能性が高いとは思うので、まずそのセンターの長文を時間無制限でいいから丁寧に解いてみることと、大問別に縦に切って、大問3なら大問3、大問4なら大問4を通して5回分とか10回分やってみるといいんじゃないかなと思います。要は長文ごとにやっぱり読み方が違うんで、それに合わせた解き方はちゃんと身につけていった方がいいかなっていうふうに思いますね。明確にこうすれば点が取れるってビジョンがないのに、その点数だけ期待してもやっぱ難しいと思うんですよ。あくまでこの点数を取るためには、こういうところでこれだけの点を取って、こんな風に仕上げていこうみたいな目標をはっきりさせてやっていかなきゃいけないと思うんで、その辺の戦略を練ったりとか、まあがっつり一回対策してみるってことをやってみるといいんじゃないかなと思います。はい、というところですかね。今回は以上です。悩める受験生や保護者の皆さん、武田塾では無料受験相談を全国の校舎で実施しています。勉強法で悩んでる受験生は最寄りの武田塾に相談に行こう。詳細は概要欄のホームページから。